のこ銀座店長の横倉です。横浜フィルディレクターの増渕です。のこ銀座ディレクターの神田です。ニュー横浜トップスタイリストの渡辺瑛斗です。まあ、キャッチーの中で、誰でもおしゃれができるデザインを、意識して、ブランディングしてます。まあ、理由としては、おしゃれすぎるって結構やっぱり難易度が高かったりとか、あとは仕事でもやっぱり挑戦できないスタイルって結構多いのかなっていうのは僕はすごい感じるので、まあ、普通なんだけどおしゃれだなって思えるようなデザインを意識してやっています。僕個人的にはなんか一つのスタイルにこだわりすぎないっていうのがすごい重要かなと思ってて、 SNS、皆さん見たりとかすると思うんですけど、 SNS も一つのジャンルだけを見るんじゃなくて、本当にプレーンな目で全体を見れるようにすると、いろんな情報をこう自分の中で偏りなく消化していけるかなと思うので、そういう見方でスタイルだったりとかファッションだったりとか全体的に見るように心がけてますね。そうですね、韓国中国とかでも流行ってる髪型の美容室のアカウントって結構やっぱインスタでもあるので、韓国とかのそういうのをやっぱりフォローしてやっぱ掴んでおくことで、こういうのあるんだよってお客さんにこう提供できるのがやっぱり大切にしてますね。僕は秋が来るスタイルと、あと次変えたいってなった時に変えられないスタイルはもう提案しないっていう、いい意味では一般に寄り添った髪型を提供して、明日切ってみたいなと思われるようなスタイルを作ってますね。なんかあんまり尖りすぎてないのが重要だって結構よくいつも言ってます。本当ざっくり言うと本当ね、あれですよね、そんな感じだな僕と、河村がディレクターというポジションにいまして、で僕がショートとボブで、で河村がミディアムとロングをやってるんですけども、そのブランディングで意識してるのが、その僕らが作ったデザインで、その今いるスタッフ、働いてるスタッフがそのデザインしやすいように、シンプルなスタイルを結構意識して作ってます。で、僕らもやっぱりその予約でやっぱり入れないお客さんってたくさんいるので、でその誰でもできるようなそのデザインっていうのを意識して、生産じゃないですけども、みんなに僕ら作るデザインを体験できるようなことを意識してやってますね。素晴らしい。そうですよね、結構。自分のお客さんでよくあるのが、カウンセリングの時にプライベートの話がポンって出てくるみたいな、なんかこの前彼氏とこうだったんだよねみたいな結構多くて、なんか髪の話よりねえねえ聞いてみたいなのが、やっぱりそういう話、寄り添いが結構大切かなっていうのが僕はありますね。結構横倉さんとかそういう話しないですか？そうですね、結構プライベートと、そうですね、技術的な話のバランスは多少気をつけるようにはしてて、基本やっぱり技術の話がいいかなと思うんだけどやっぱり満足度を上げるためには、個人的にはカットがすごい重要かなと思ってて、美容室で綺麗に可愛くなって帰ってもらうっていうのはもちろんなんですけど、家帰ってお家でじゃあお風呂入ってドライヤーで乾かした時とかに、やっぱりちょっとこう綺麗になってる、もう本当にフェイクじゃない綺麗なカットになってるっていうのが、やっぱり本当のお客様の満足になるし、家でのお手入れの楽さにもつながるかなと思うので、その辺は結構意識してみんなでやるようには心がけてます。技術もどもそうですけど、エンタメ性はすごい大事かなとは思うんですよね。接客のエンタメだったりとか、技術でのエンタメ、そういった部分だとやっぱり、そのお客様が思ってる以上のこと、デザインだったりとか、お客様が思ってる以上の、接客っていうのはやっぱりみんなそこは大事にしてますよね。結構ないとやっぱり必要とされないのかなというのは日々思ってますね。お客さんってその後に予定入れてる人が多くなればなるほどいいと思うんですよね。確かに彼氏に会う、友達に会う、大事な人に会うみたいな、その時に絶対可愛く仕上げるっていう安心感と信頼があればお客さんっても絶対来るし、可愛い状態で会いたいっていう。だけど絶対そこを失敗するとダメでね、買い物して帰ろうとか、真っ先に帰っちゃうかもしれないけど、ね、予定作ってくれるか、コロナになって時代が変わって会うことが結構ね、エンタメになってるから、やっぱお客さんもこう来るときに気合い入れてる人ってやっぱ分かりますもんね。その期待に応えたいみたいなのってありますもんね。どうやって答えてるんですか？僕はもう絶対聞いちゃいます。今日何ある？
いつもと違うねみたいな気づいてあげる。だいぶ着してんだよ。めちゃ僕香水まで気づいちゃいます。あ、俺も気づいて変態じゃん。いつもと香水違くないとか。すごい匂い感じる。いや、全然。可愛くなればすごいいい彼氏ができるかもしれないし、うん、まあ、ちょっとマンネリしてたカップルとか振り向いてもらえなかった奥さんとかが奥さんなかなか振り向いてもらえなかった女の子とか、あ、彼氏ができたりとか、ね、なんか告白されたりとか、なんかすごいモテてほしいですね、お客さんがね、うん、モテてほしいですね。モテて、なんか5年付き合ってたカップルがの彼氏が2度惚れするみたいな。すごい上手です。なんか彼がいなくて彼欲しいって言ってた人とかに彼氏できましたとかって言われるとめっちゃ嬉しいですよね。まあ、最近モテて仕方ないとか言われると、うん、なんか職場で可愛いって言われたとか、うん、この間ここから、有楽町の駅まで帰るまでにお客さん3回ナンパされたって言ってて、すごいな、今までそのナンパされてなかったって言ってて、もうすごい。他のお客さんに聞いたら結構みんなナンパされてるんですよ、うん、やっぱ誰かから褒められるとか声をかけられるって結構大切ですよね。モテたいってみんなやっぱ思ってると思うんですよね。で、僕もやっぱデザインしてやっぱりその彼氏ができたとか、やっぱりその片思いした人と、まあ、一緒に、難しいな、危ないな、下ネタとか。あ、お客さんがここに来始めて、まあ、本当にたくさん結婚していったりとか、まあ、そういうパートナーを見つけてもらってね、明るい未来を作ってもらうっていう、そういう話聞くだけで結構モチベーションになるし、確かに、うん、結婚しました、子供できました、あ、彼女できました、彼氏できました、それが一番楽しいかな。うちの店ってなんかそんなお客さんが多い気がしますね、うん、じゃあ僕はやっぱり、まあ、全国展開していきたいなっていうのは思いまして、まあ、そういうところで言うと、まあ、どこでも通用するデザインをして、でそのデザインをみんなができる、まあ、美容師さんですよね。で、まあ、その全国でやっぱり、まあ、さっき話した、まあ、幸せになってもらいたいなっていうのを、まあ、やっぱ思って常に思ってますね、はい、全国でお店やっていくにあたって、なんかすごいフラットなブランディングじゃなくて、いろんなちょっと地域性に合わせたブランディングを少しずつ変えていきたいねっていう話をしてたんですけど、まあ、ここのお店はボブが得意とか、ここのお店が韓国スタイルが得意とか、まあ、ちょっとコンサバっぽい感じだったりとか、合わせてやってった方がちょっとこう面白みが出ていいよねなんていう話はちょうどこの前してたところですね。なんかエイトこの前すごいいいこと言ってたじゃん、ね、そうですね、僕ね、横浜に中東スタイリストで入ったんですけど、1年少しぐらいでトップスタイリストになって、今23歳で、スタイリストやらせていただいているんですけど、次こう次世代入ってくる子たちに僕がそう24、25とかになって21、22とかの若い子たちでもやっぱ輝けるんだよっていう希望っていうか未来を与えたい、うん、じゃあ今輝いてるんですか。もうビッグバンです、ね、ビッグバンですビッグバン。教育はまあ力を入れて、いろんな可能性がその子たちにあると思うので、今後活躍してもらえるような人材をこういう言い方もあれですけど育てていけたらいいかなというふうには思ってますね。やっぱり僕と川村だけだとやっぱりスタイル生産がやっぱり限界があると思うので、まあ、その弟子じゃないですけども、まあ、自分の分身をいっぱい作っていって、まあ、そういう、まあ、僕らよりももしかしたらもっとヒットするデザインも作る可能性もあるので、そういった部分では教育とか、まあ、ブランディングができるスタッフを、まあ、育成とかは力入れていきたいと思いますね。マネージメント、ブランディングを結構メインにして、ちょっとサロンワークを減らしていくっていうことを決めてるんですけど、まあ、やっぱ他の人に技術上手になってもらったら、まあ、自分が生産できる人数より増えるわけですもんね。だからいっぱい店舗があるんで、いろんな人が同じような技術ができて、同じような撮影もできて、同じレベルでできる、むしろ上に行ってもらう人間をいっぱい作っていったら、自分ができるのが10だとしたら、まあね、5000ぐらいできるわけですよね。そういう感じの未来を作っていきたいですね。そうですね、理想ですね、はい。